蔵王町遠刈田温泉の蔵王酪農センターにある1ヘクタールの敷地には400種類およそ1800株のバラが植えてあり、バラ園として無料開放されています。香り豊かなイングリッシュローズや小さな花をたくさん咲かせ、バラの原種とされるオールドローズが見ごろを迎えていて、園内は赤やピンク、黄色など様々な色に彩られています。訪れた人たちは花びらの形や色合いなど、バラが持つ様々な表情と甘い香りを楽しんでいました。うちでも少し植えてんだけど、だからちょっとそんな意味でもなんかこのバラ見てみたいなと思って来たんです。20年ぐらい前から来てるんですけども、やはり、こういったバラ園があるっていうのは町にとっても大変ありがたいことじゃないですか。いいバラがありますね。蔵王町のバラは品種の違うものが次々と咲いてくるため、来月初めまで見ごろが続くということです。週末には園内を散策しながらバラの品種を当ててもらうイベントが予定されています。